イメラジオ第4398回今日は令和4年12月15日木曜日です時刻は午前11時横浜港北もうすぐ正午にもなるそんな朝です太陽もだいぶ高いところに上がってきて気温も上がりつつありますね リスナーの皆さん、どこでどう、ご活躍でしょうか。私は夢ラジオです。さて、四千三百九十八回目、今回は。いつから、松田投手は、陰謀論者になったのか。こんなタイトルでお話しましょう。いつから松田投手は、陰謀論者になったのか。松田学さん、といえば。 かつては財務官僚でそして政治家に転身された後でも主に財政経済こういった点で地に足のついた議論を展開するそういうお方でした財務省のような場所に身を置いてそして 国家管理を財政の面から見る。こういうことを長年やっていると当然そのものの考え方も表現の仕方も堅実なものにならざるを得ない官僚っぽくなるわけですね。それはそれで良いことだと思います。つまりあやふやなことは言わない根拠のないことは言わない。 上げ足取られるようなことも言わない松田さんはかつてはチャンネル桜によくお出になってその経済討論で同じく財務官僚出身の高橋洋一とも「権権学学の議論」先輩の高橋が後輩の松田に対して「そんなこと言ってると財務省に睨まれるよ」とか。 そんななアドバイスまままでするような微笑ししい場面もありました私も松田さんが次世代の党から衆議院に立候補された時には確かその時は落選された残念なことに時だったんですがちょうど日吉で松田さんが演説されていて私も足を止めて聞き そしして、えー、言て英ととうはるということで投票したそういうい記憶もありますその松田さんが参政党の党首になるまあ党首になったのは参議院選挙の後でけれどそれ以前にもボードメンバーしかもボードメンバーになりながらもチャンネル桜のやはり討論会に出たりあるいはあの ビデオレターこういういいもものもずっっと定期的ににお出しになっていましたねですから松田さんとしては参政党とご自分がボードメンバーになってもそして古巣のさくらとこの2つをなんとか両立させようそして方向は同じはずだそういうお気持ちだったと思います。 そんな松田さんがもう桜にもお出にならなくなったのはやはり参議院選挙の頃討論会がありましたねあの討論会で結局もう吸ったもんだでさくらにはもうお出にならないそして選挙が終わった後は参政党の党首ますます松田さんの言葉には まあ、重みが出てくるはずなんですよね。はずというんでしょうか。けれど今回のテーマいつかから松田投手は陰謀論者になったのか昨日の新橋の演説でね松田さん参政党の自画自賛地方選挙で8連勝だとかあの支部がどんどんできつつあるとか。 まあそういうのはまあいいんですけどとの後にやっぱり世界が動かされてるとえー、っとそして印象的だったのはアメリカ人も気づきつつあると松田さんはおっしゃってもうアメリカ人の世論調査で4割がアメリカ政府、まあ、連邦政府ですけどねアメリカ政府が秘密結社によって動かされている。 と答えているアメリカ人はもう気づきつつあるこのグローバリストあるいはディープステートあるいは秘密結社もう同様になっていいんですけど国際金融資本ロスチャイルドいろいろ同様になっていいんですがあのそれが実は世界を動かしていてそのそういった者たちが世界を動かしている。 という意識は今世界のトレンドになりつつありところが日本の既成政党でこのことを言う党がどこにもない確かにどこにもないというでこのその目に見えない者たちが世界を動かしているっていうのはまあ陰謀論の典型じゃないですかでそれを松田さんが言ってるんだよねええー、みたいな。 で松田さんがボードメンバーになったり党首になった後でもまあちょくちょくと松田さんのお話は聞くようにはしてたんですけどこんなことをおっしゃったのは私は初めて聞きましたね松田さんから。それとも私が初めてだっただけで例えば参政党の勉強会とか他の演説会ではもうこういう陰謀論バンバンお話になってたんでしょうかどうなんでしょうか。 そうは思えないですねだってさっきも話したように財務官僚としてずっと実務に携わったらそんなあの世界が少数の秘密結社によって動かされてるなんかありえないあるいはその日本がそういうものの手下によって動かされてるなんかありえない。でちょうど高橋陽一さんもご自身のチャンネルの中で、まあ、実務担当でさまざまな法律を作り 国家の財政を見てきた立場としてそのようなものどこからも来ませんよと決めたのは私ですとじゃあ私が秘密結社かと私がユダヤかとかって高橋洋一自分で笑ってましたけどねそういうことになるんですよ結局高橋洋一がユダヤになっちゃうんですよあの陰謀論によるとねなわけないじゃないですかでそんなはずの松田さんがさっきのそんな話ですね その秘密結社によって動かす、じ秘密結社誰やと。それ言わなきゃいけない、どこに本部があるんやと。構成メンバー、大体どんな感じの人やと。どこ行ったらその人たちの意見が聞けるんやとなると、陰謀論であるがより、誰も何にも答えられないですよ。そういう者たちがいるという、この、これで終わっちゃうわけだね。で、陰謀なんだから、そんなもの分かるものかと。だから、もう根拠も何にも示せない。 であの世界の事件はこのこのものの見方からすると説明ができると他のものでは説明できないからだから当たってんだみたいな、まあ、こういう感じなんですよね。松田さんはあのこれ以外の場面においてもなんかこう演説等でですね あまり良くなないい言葉をお使いになってますよね私もちょっとはばかられるような平気でお使いになってますねでもともとそういう方でずっとそれを出さなかっただけなのかそれともあの党首という立場として参政党は陰謀論の党ですから党首としてはもう自分も陰謀論を言わなきゃいけないということで言ってはるんか確かめようがないです。 もともと松田さんの中に陰謀論の核心があって実は財務官僚の時にもさまざまなあのそういう秘密結社からの指令が財務省の奥の院へと届くそういうのを自分がメッセンジャーとしてあのやっていたとだからその財務省のトップは本当は秘密結社とつながっているってことを自分は知っていると何度も見たとね でもし名前挙げるなら外国のねワシントンにいるあいつだあいつだみたいな絶対ないでしょそんなのありえないじゃないですかそんなのでもしそうなら言ってみてくださいよそれをっていうないですよだから多分あのやっぱ党首としてこの立場に立ってで参政党は陰謀論の党ですから言わざるを得ないという感じで言ってるんじゃないかなとで松田さんによると よくくぞ言ってくれたと大手商社の方もつまり大手商社はさまざまなあの海外の権益に関わりいろんな裏の商売やってますからそういう人たちからするとこの世界が秘密結社によって動かされているのは自明でだからよくぞ賛成と言ってくれたというお言葉まで頂い,いておりますてで誰やその大手商社のそのお方って。 その大手商社のその人はどこでどういうその秘密結社を見たのかってでもこの辺全部曖昧なんですよ河野辺でそれ聞いてあの党員とか支持者の方とかはまあパチパチ拍手しててあ,あやっぱりそうかみたいなだからその陰謀はねあ,あるんですよそれありますよけれどその陰謀論っていうのはちょうど今お話ししたように秘密結社が動かしてるってやつですよ それがいかに口頭無けであのしかも有害であるかっていうのは夢ラジオでずっとお話ししてても今更あのその有害さをお話しする気しないのですがなんせ有害なんです。でそれを松田さんまで言ってんのかとただ参政党が陰謀論から抜けられないっていうのはこの夢ラジオでもお話ししていてその党首であるからには松田さんもそうせざるを得ないんかなとちょっと。 ああれあれ松田さんもそうなっちゃったかとそんな思いですね「夢ラジオ」今回は陰謀論についてお話ししました。